えー、こんにちは、黒田和です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日は、えー、おすすめジャズ CD ですね。ちょっと季節的にはバッチリなんですけど、CD 買うにしたらちょっとおすすめす遅いんじゃないのって感じですよね。えー、前にあの僕が一緒に働いてたバー店のところの店長さんのアンディっていう人がですね、彼女に、えー、クリスマス CD をクリスマスの日に送ったら、めちゃくちゃ怒られたと。要は今日しか聴けないじゃんみたいな。 クリスマスにはもっと他のものが欲しかったっていう風に言われて怒られたっていう話をしまして、まさにそんな感じですけど、もう今日もしアマゾンで注文したら明日届くかも、したら明日明後ってちょっと聞けますよね。えー、というわけでですね、おすすめのジャズ CD ということで、クリスマス CD なんですね、これ、えー。レイ・ブラウンという、まあ、もう本当にあのプロデューサーでやってますが、まあ、この曲の全部鑑賞されてる方ですけど、もうあのお亡くなりになられてますが、僕も生で何度か見てますが、本当にあのブルーシーなベースで素晴らしいベーシストですね。 ドラマはもうグレッグ・ハッチンソンって言ったらもう世界を代表するドラマになりましたが、えー、彼が本当にねまだ20代の時にロサンゼルスのライブハウスで見たんですその時はピアノがベニーグリーンで、えー、トリオだったんですけどまだ僕全然英語喋れなかったんであのー、全くお話もすることもなかったですがとにかくですねブラシで速いテンポのブラシってこうなんかこう立ったか立ったかって両方に分ける人が結構いるんですけど テンポがね、400近いテンポの曲をやったんですけど、どうやってやってんのかなと思ったら、ただ早く頑張って演奏しましたね。あ、早く演奏してるんだって思っただけで、すごい感動した覚えがありますね。えー、この時の、えー、ピアノと違って、ジェフ・キータですね。僕も彼と共演一回だけしたことがあるんですが、本当に素晴らしい。こう、やっぱりね、こう、アートブレイキーメッセンジャーズの最後のピアニストなんで、音がとにかく分厚くて、ガッガッ っていう音がすごごいいなる感じのイメージがすす強かったですね本当に素晴らしい繊細なピアニストですがで曲の、まあ、全部クリスマスソングで埋め尽くされてるんですがまあ、ダイアナ・クラールが「サンタクロース・イズ・カミントゥー・タウン」を歌ってたりこれ僕よくレッスンで使うんですけど「リトル・ドラマ・ボーイ」とか、まあ ザ・クリスマスソングもあるし、えーもうあの、ゲストが結構入ってるんですよ。ピアノとレオがベースなんですけど、えー、ダイアナ・クラール入ってたり、えーっとまあ、ラッセル・マロンが入ってたり、エタ・ジョーンズが入ってたりとか、アルフ・ムアーが入ってたりとかするんですが、えー、今週はですね、本当だったら今日がジャズの歴史コーナーなんですけど、先にやったのは CD を先に、ね、クリスマス CD がクリスマス間に合うようにと思って今日先にお持ちし,したんですが、今週はあのアービン・バーリンをやるんで、 バーリンの作曲のホワイトクリスマスですね。ボーカルはラバデッサ・ルービンですね、えーまあ。黒人女性シンガーなんですが、えー、素晴らしい歌を歌ってくれているので、まあ、この曲が入っていて、なおかつ、 クリスマスにずっとこう、エンドレスでかけててもずっとクリスマス感が出るジャズのおすすめ CD でもういいメンバーでやってるやつをちょっといろいろ考えて、あ、僕はよく聴いてたのはこれだなぁと思い出しました。他にもね、いろんな人がこうクリスマスソング特集って出してますね。ハリー・コニック・ジュニアとかも出してますけど、えー、僕はこの、えー、ピアノトリオ、これ、器楽のトリオだけの演奏もあるし、えー、歌が入ってきたりとか、こう出たり入ったりが結構なんか、えー、色とりどりで本当にいいアルバムだと思うんで、 あの内容も非常にいいと思いますで最後はグレック・ハッチンソがラップやってたりとかしてですね非常に面白い、えー、アルバムだと思います、えー、僕もよくすごくよく聞いたアルバムですがクリスマス・ソングズ・レイ・ブラウントリオというアルバムでございましたというわけでですね、えー、クリスマス皆さん、えー、楽しくお過ごしください、えー、本日は以上です今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした